試し引き。はい、こんにちは。ということで、皆さんついにやってまいりました。東京代官山にあるギタートレーダーズ、もうギターリストの聖地といっても過言ではないですけれどもはい、こんなもん入ったったりしますけど、はい、ここにですね、今ちょっとね、試し弾きのお手伝いというかね、ちょっと欲しいギターがあるということで一緒に来てですね、いろいろ選んでたりするんですけれど、ちょっと店内ね、撮影許可いただきましたんで、入っていろいろ見せていただこうかなと思っております。行ってみましょうか。はい、お邪魔します。お世話になってますね、入ったらもうこういうお土産グッズ、この辺もかっこいい、かっこいい、これ弦あったり、こう店内がね、もうすごいかっこいい、こうグッズで埋められてまして、ねえ、ヴィンテージなエースストラップ置いてあります。でどんどん、まあ、ギターがね見えてきましたけれども、どうですか、ジャズマスター、66年、65年、これ、墓ですねこれね、っていう感じのジャズマスターの真ん中にスターキャスター、見たことなかったかもしれない、直接。ちょっとこれ気になるですね、これね、70年代のね、案外今でもね、スクワイヤとかで出てたりしますけど、本家のこのフェンダーでのね、スターキャスターっていうのはなかなかお目にかかれないオリジナルとなっております。そして可愛い系のディオソニック、この辺ね、この辺ならいけるんじゃないかなと。ダンエレありますよと、ね、こうしていろいろ、まあ、すごいでしょ、この感じですからすごい、これパッと見ギブソン、これは綺麗、シスコレ、わからんだ、ギターって書いてますねこれギブソンじゃなかったですね、これ多分こちらはですね、トレーダーさんオリジナルブランドと、これかっこいいでしょ、はい、こういうものもありますんでね、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。そしてこの辺のレスポールシリーズ、いやこれコンバージョンですね、コンバージョン、これ53だったかな、トラピーズなのかな、どうだかな、こっちね、トラピーズがついてたやつがコンバートされた通販仕様になっております。これオールゴールドですね、オールゴールドの、これは56かな、56かな、ね、こういうのも
ありまして、さらにこれ6、8リーシューですね、ファーストリーシュー、6、8も6、8、6、9ここももうなかなか手が出にくくなったお値段となっておりますけども、これもかっけいですね。でこれちょっと度肝抜かれるこのブルーパね、ブルーのこのスパークラメラメミニハムということで、デラックスこれ73だったと思いますけれども、なかなかですよ。そしてこちら、はい、みんな大好きなスペシャル、スペシャルもいいっすよね、これ良さそうね、これ綺麗だな、いいですよ、ピンピンじゃないですか。そしてこちらですね、ビグスビー、これ後付けらしいですけれども、これはこれでかっこいいですよね、はい、ビグスビーのね、もうこのミニットだけでもだいぶ貴重ですから、はい、こちらもジュニアにビグが後付けされたものになっております。そしてここスペシャルコーナーですね、スペシャルコーナー、それぞれちょっと色合い違いまして、これはすごくね赤が抜けた感じですけども、エクセレントコンディション、今なら57ジュニア選べますということで、それぞれね微妙にコンディション違うようですが、もうどれもいい音しておりました、はい、選ぶ放題ということで、でこちらちょっとイエローのね、はい、60年代入ってからのこの隙間ね、この隙間、この隙間がねいいですよ、はい、こちらスペシャルね、ダブルカットで DC、 いいですね、いいですね。そして下はねこの SG がありまして、61ですね、もうレスポールですもんね、はい、SG と名前がつくかつかないかのそんな時代のものから、ブラック、これは何年だろう、かっこいいですね、カスタムもあります、3ピックアップハンバッカー、この辺もね、ソリッドギター、ギブソンソリッドギターなかなか手に負えないじゃない、手に負えない金額になってまいりましたが、なんとかなんとかこの辺ならという方も多いんじゃないでしょうかね。とてもいい塩梅の音がしまして、ロックやるならここでしょと、もう ACDC からねいろいろ弾きまくっていただくといいんじゃないかなと思います。70年代もかっこいいと思いますね、うん、これブリュートないな、うん、あ、ブリッドあるな、ありますね、はい、でこの辺ね僕探してるんですけど、デラリバちょっと後でね弾かせていただこうかなと思っておりますけども、うん、でね、はい、初年度このねバッチがないですね、これね、はい、こちらありますね、回路が違うと、回路が違うんですと、でね、はい、こちらも、あ、もうブラウン、ブラウンフェイス、はい、で、ここスーパーリバーですね、あ、かっこいい、かっこいい、
そのここがもうちょっとね、もう綺麗なギターばっかのここですね。やばい、ギタージェルハウスとなりまして、これドットマーカーと高級のもチェリーバリバリのいい感じですね。あれはもうこのブルー綺麗、ジャズマスターレイクフラシッド、この湖飛び込みたいですね。はい、スラブ、はい、そしてこちら、はい、綺麗な SG ビッカビカコーナーですね。はい、56 56かっこいい。はい、もうエクセレントクリーンね。ファイヤーバー、これもビッカビカですね。もうちょっとこれね、触れるも怖いです。これまあ82年なんでね、あれですけど、まあそれにしても綺麗ですね。はい、新品同様。はい、こちら60年。いやいやね、ちょっとこうまあ号泣のネックなのか60なのかによって結構ね変わってきますけども、こうネックのフィールも選ぶ対象ですね。ね、はい。そしてこれ、はい、ゴーさんのテレ、ゴーさんのブラックガード、はい、ゴーヨのスクワイヤ、いろいろありますよ、いろいろありますよ。これはい、かっこいい、かっこいいですね。今日はね、ちょっとテレキャスを見に来ました。ここのね、3つ抜けておりますが、テレキャスコーナー、カスタムですね、エスコワイヤー68カスタムテレキャスター、この辺狙い目なんじゃない、かっこいいですね、これかっこいいなぁ。ね、6970、これね、バインディング黒ってちょっと珍しいですね、これね。ブラックバイディ、こういうのあるんですよ、71年。さらに57、57ですよ、ワンピースメイプ、アービスメイプのアッシュが透けたこの美肌、はい、ね、こちらは59スラブ、見えますかスラブが、はい、エスクワイヤー、ファーストスラブフィンガーボード、かっこいい。そしてのこれね、カスタムカラーですね、68エスクワイヤー、オリジナルフィエスタレッド、祝日の色ですね、フィエスタ、はい、祭りだぞということで、ニアミンとコンディション。でこちらもね、これはあれかな、60年代後半かな、ね、こう塗装綺麗だからシックスキンと呼ばれるものかしら、どうだろう、はい、でさらにこうジャガーコーナー、ジャガーかっこいい、ジャガーも色とりどこの色、はい、色バーガンディ、はい、色とりどりもうね、全部こういうマッチングヘッド、すごいね、この絵。こちらアズマスもありましたけどね、ね、こっち渋い系の人たち、もうやばいですね、もうどんどん引き込まれていきますけど、はいはい、もうキリないですけどね、まあ、こっち行ってみる、これはもうお宝、国宝級ですね、エスクワイヤー、3日これもです、
このバーンスアイ、猫ね、いやーと、いやこういうペイズリーもありまして、こっちベースコーナーですね。かっこいい、かっこいい、はい、いやもうキリない、キリないわはい、これはね、これは355かな、はい、ワンムスーンとなっておりますけど、この3バース355かっこいい、渋い。これもうウォーターメロンかな、ウォーターメロンな感じもする、チェリーかしら、はい、これも35ですね。もうバックトゥーザフューチャー、はい、はい、かっこいい、はい、かっこいい。そして60ね、これも35ですね。355いっぱいありますね。あ、もう選べるっていう幸せ、あ、かっこいい。あ、これも、うん、これちょっとね、やっぱウォーターメロンな感じになってます。ここはね、黒黒としたこうエボニー、エボニー。あ、ストップテールがありましたね。ストップテールのこれが345ですね。345、これはいい音しそうな。あ、このぶっとい根っこはもしかするとね、高級もしかすると。いいネックしてますよこれ、はい。でさらにこちらもこれも真っ黒でエボニーかなと思ったけど335ですね。はい、335ビグがついてる、秒で止められてるのだね。シブカスタムメイド、はい、でも5音ぐらいあるんですよ、こんなに。335にしてもこの芝居やばいの、カスタムかなと思って。どれ行きますか、ねえ、60年代ね、うん、クロスロード弾きたくなる感じですね。こっちは330とかね、かな、330、これもドットマーク、高級、はい。でこれは60年代後半のね、ブランコがついた335シリーズ、この辺も柔らかい、いい音します、シャリンとね、いいと思います。でカジナでしょ、シェラトンもあるわね、うーわうーわ、リビエラか、ミニハム、あ、カジノじゃなかったわ、全部カジノじゃない、リビエラからのシェラトンでしたね、ここね。で、この辺、はい、トリニロペス、このねサウンドホールが特徴的ですけど、はい、トリニロペス、ヘッドもね、はい、これもいいんじゃないですか、かっこいい、これしかない魅力がありますね。これは色味がね非常に特徴的でいいですね。これなんていう色でしたっけ、はい、あ、バーガンディ、スパークリングバーガンディですね。よし、これどっちもあります、カスタムの355も335も、あ、345かもありますね。そして、これ50年代のカスタム、カスタム、もうカミングスーンですね。これ6869かな、この辺りですかね、この辺りも6869ですね。結構何本もあるんで、今
選べる。これ71、71この値段でいけますんで、はい、はい、この辺68、68祭りですね。いろいろいける、いろいろいけますよ。どれがいいですか。どれもいいでしょう。そしてストラトコーナー12円ですね。12円、珍しい。はい、でストラト、キャンディアップル、キャンディアップルからの、これもキャンディアップルレッドなんですけど、こうね、汗って独特のカラー、カッパーな感じになっておりますね。はい、70年か、はい、70年ですね。デカヘッドになりつつも、このバレットのね、ものが出てなく4点止めと。で、66年のブラック、オリジナルブラック、このこれはラウンドかな、ラウンドなんで63とかなのかしらね。え、これもかっこいいです。これいいんじゃないですか。これこれいきましょう皆さん。そしてこうボロボロになったこれストラト63、これはもうブルースロック引くしかないですね。はい、何本もストラートあります。これ赤が抜けてね、もう渋いですよ。5球とかかな、どうですかね、わかります皆さん。うん、ね、これアッシュの、ああもうこれはもう、もしかしたらこれほんまだこのデイフライト生きてるかもしれないですね。ですって。あ、これ綺麗だね。レイクプラシッドもあります、はい、そしてこのフライングブリファイアバー、ノンリバー、ノンリバー、かっこいい、かっこよ。71年のメダリオン、メダリオン、この辺も渋いな、渋いな。これかっこいいですよね。これいった方がいいんじゃないかな。そしてこうベースですね。ベースもありまして、ね、今試走中のこのテレ、これ何年だろうね、というのをちょっと今試させていただいてるわけですけど、はい、でモズライトがあったり、ゼマイティスもあるな。ゼマイティスレフティーですよ、すごい。ネグレッチ、リッケン、はあ、ちょっと疲れてきたな。こんだけあると。でフルマコアコギとね、いろいろ聞かせていただいたんですけど、兄さん、はい、どうですか。いいですね。いいです。それはいいでしょうね。これが60年ですね。これもうね、ここ見たら分かります。スラブだっていうことはもうお見通しですよ。すごい。これはいくらだったんですか。これは680。まあそんぐらいいきますよね、もはやね。すごい欲しいな。欲しいな。でももうそれでしょ。
これでしょ。これは優勝しちゃってますか、ね、これ優勝しちゃいますもんね。大優勝でしたこれ、うん、すごい。ちょっとジャリンとやってもらっていいですか、なんか入っていいですか。え、どうぞ。すいません。いやーもうこれはいいですか。これカレントですよね。カレントです、うん、持ってらっしゃった、今使ってらっしゃるその G7 と引き比べてもらってもいいですか。はい、ちょっとじゃあ、うん、失礼します。はい、違うのかい。さあどうなんですかね、普段も愛用してますけど、こちらどうなんだいと。ちょっとじゃあ失礼しますよ。はい、じゃあセンターからいきます。センターからいきますかね、じゃあ、うん、ちゃうな、全然違うスタイルな。ちょっとこう、なんだろう、ポジションによっても結構こうばらつくというか、うん、それが使いやすいっていうところもあると思うんですけど、この、はい、こいつ、このスラブの人、はい、スラブの方、なんかどこもパワフルですね。パワフルなんですよ、すごくて。なんすかこれ。これ、いや、大優勝しちゃってるんだもん。これ危ないでしょ、これ近くで。危ないですね。危ないですね。いや、でももう行くしかないでしょ、こんなの。こんなのもう。こんな見つけちゃったら。見つけちゃったらやばいですね。で、これはで、トラロゴなってるから、6? これ67ですね。67。まあ、要するに、はい、ね、CBS 機になって、ちょっとこっちも見て、あ、入れていただいていいですか。いいよ。お願いします。いや、ちょっと待って、あ、ちょっと抜けない。失礼します。はい、はい、からのこっちもいいんじゃないですか。うん、そっちもね気持ちいいと思います。もちろん、ね、ちょっと白なんです。ちょっとなんか珍しいかな、ね、これは。よし、失礼します。この年代になるともうちょっとこうパリッとするんじゃないかなと思う。ちょっとじゃあまたセンターからね。はいはい、いきますよ。Thank you.
する？しますね。ね、リアリア。先とかもあるかな。ありますね。フロントどうでしょう。おい、これもこっちと違っていいですね、うん、でもこれも結構お高いですよ。これもね結構しますね。300ぐらい、300弱です。290ぐらい。あーはーはー、やってますね、うん、いいね。あーでもまあお買い得っちゃうか。お買い得なんですかね。ちょっとまあ珍しい色ではあるんで、うん、オリンピックファイトでしたっけね。オリンピックファイトも結構いい感じに退色してる。こっちいけるんだったら行ったらいいですよ。いけるんだったら。いやーこれはもう暴力的ですね。でももうもうもうでもなあ、結構するかな。もう一本で攻めるんだったらもうでもここっすよ。まあ一本で攻めるんだったらこれですよね。このうーん、うん、ほとんどパーツもまああのカレント配線、ミックス配線に変えられてるっていうのと、うん、ナット、こうナットとか、そこぐらい、まあ、あとフレットもちょっと変えてるかもみたいな話されてましたけど、ね、まあ消耗品なんでポジティブですよ、うん、逆に変えられてなかったらもう使えないですから。そうですね、もはやもうそれはちょっとね、博物館行きですって感じなんで、うん、いいんじゃないでしょうか。これ欲しいな。悩んでください。悩んでください。ちょっともうたっぷり時間ありますんで。いやいやいや、もう本当にこれいいな。生音もすごいね。全然すごい、すごい。もうここやばいですね。僕もちょっとなんかね、欲しくなって急いなのに。生音すごい。という感じでやっておりますんで、皆さんぜひね、トレーダーズさんにお越しの際は試し弾き、魅力的なギターいっぱいありますんで、やっていただけると今素晴らしい、素晴らしい接客で自由にやらせていただいております。ありがとうございます。スラブ、もうこれセンターからね。ですよ。自分のやつも持ってきてあるので。これは何年なんですか。これ68かな。あ、68な。おー、これはもうね、自分は気に入ってまして、はいはい、これいいぞと。負けてないっすよ。こっちに近いですね、やっぱね、うん、近いですね。違いますね。Thank you.
の音、こっち。でかいっすね。いやでも山口さんのもすごいいいよ。これはいい、うん、やっぱりシャープなテレキャスのサウンドがするっていうので、うん、気に入ってるんですよ。こっちもはやなんかなんだろう、それこそミニハムのそれこそデラックスとかに近いぐらいの、うん、出る、うん、音でかい。でかいっすよ。え？欲しかったらね、レスポールデラックス買ったの。テレキャスじゃなくて、そう、テレキャスじゃないかもしれない、もはや。これでしょ。ちょっとこれよいしょ、ちょっと待って、はい、ちょっとで、これが67、これ67ですね。67なので、まあラッカーのね最後なのかな。でもそうね、そうかな、どんどん終わり方的には。あ、すごい軽い、これ軽いですよね、これ、うん、すごいすごい、センターが、うん、これもいいギターですよ。いや、これすごい好きな、うん、うん、ちょっとフロント丸っこいかなとは思うけど、いいですよ。いいです。うん、すごくいいと思います。やっぱここに戻ってきちゃう。ねえ。フロントはちょっと違いますよね。うん、違います。我が子って感じがしますけど、ね、いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。パワフルすぎる、パワフルすぎる、強すぎる。で、実は僕が欲しいのはこれですね。デラッパー64の、あ、すみません、65でした。65でした。64の、まぁ、あ、ちょっとスピーカー下手っちゃってるけどってやつと迷ってます。これがね、やばいですから。はいはい、一応チェックしておきましょうか。 お願いします。これはちょっとね、いいよな。さっきのね、64のエクストラスピーカーにつないだやつね、あのパワフルさも、ちょっといなたさがね、違いますね。違うよね。違うよね。こっちの方がまあキラッとするというかね。うん、Thank you.
ちゃくちゃ。まあこれか64か、ちょっとね、これまだ中身がよく分かってないので、うん、ちょっと調べてもらっていろいろ検討させていただこうかなと思っております。ありがとうございます。